えーす、どうも、鉄の健介でーす。挨拶変えてみた。冴えない荒野を目指す楽園の僕、今回続きやっていきたいと思います。さて、今回、アキラチャレンジですよ、皆さん。子供チャレンジじゃないんだからな。そういうタイトルの始まり方します。ところでさ、みんな、前回のパートのラストを見てもらったら、わかると思うけどね、今回荒れないよね。高梨、偽乳事件があるからね。最後で、アキラは実はこんな秘密があったのでしたみたいな感じのことを言ったけどさ、もしかしたら、高梨さんのあのちょっと大きめのおっぱいは、もしかしたら義乳かもしれない、パッドかもしれないという、そういう事件です。もしそうだったとしたら、俺の中の長官は、高梨さんの記事で一面埋まるという、そういう状態になります。よっしゃ、やりまーす。テイル、とりあえず中には入って調べてみようって感じで、お決まり、毎回、はい。毎回話変わるたびに冒頭がゲームの内容になってくるという、そういう始まり方、もう定番です。ああそうだな、カン、ほえ、何が起こったのだろうか。自分の持つ槍に何かが当たった。一瞬頭が空っぽになり、その場で立ちすくむ。だがすぐに冷静さを取り戻すと叫ぶ。襲撃。テールは驚き、こちらに近づこうとするが、クリスはそれを制止させる。テールは家の中に入って。だがなんかさ、このテールって人さ、遊戯王にできそうな顔しとるな。いいから早く。私は戦闘では役に立たない哀れなゴミ虫ですって自分から言っていただろ。そこまで言ってねえ。クリスの言葉に反論しようとするが、うわお、飛んできたナイフに驚き、慌てて頭を下げる。あー、これゴミ虫です。戦闘力ゴミ虫です。多分スカウターで測った戦闘力 0.8 とかそのあたりやけんな。少数が出てくる。だからここは荒ごとに特化している僕に任せて。クリアスの力強い言葉に押され、家の中に入るテイル。やれるんじゃねえぞ。これあの鉄血のオルフェンズの団長が夜止まるんじゃねえぞみたいな感じで言うなよ。あ、いや、周りに集中してみる。落ち着け、落ち着くんだクレス。何いる呼吸を抑えながら槍を構え、事態に備える。気を抜いてしまうと左手に構えた槍を落としそうな感覚。緊張でじわりと肌が汗ばむのを感じ、気合で持ち直そうと呼吸を一つ。よし、今の呼吸でだいぶ楽にはなった。音は近くの木の陰から。そこだー、またお前かー、白ピクミン。君はなんでこんなことを。じゃあ質問を変えるよ。僕とテイル、どっちを狙ったの。黙ってますね。なら君はオムライス好き。ほ、普通に好きだけど。僕も好き、気が合うね。言わないけどさ。では次の質問です。僕クレス、ウサギ男の君の名前はなんだ。待って、何、ウサギ男って一体何の話だ。やれやれ、ウサギ男は本当にノリが悪いな。お前がノリノリなんだよ、無駄に。何か人参が好きそうな顔してるじゃないか。人参要素全くないけど。いや、顔を見ただけで決めつけるな。そうウサか。煽ってる。そうウサかってめっちゃ煽ってるこいつ。男だ。え、なんだって。岩尾だって言っているんだよ。自分の名前にコンプレックス持っとったタイプのやつだよこれ。そりゃそうだよな。クレスとかさ、なんかどっちかって言ったらさ、欧米系の名前なのにさ、ここだけ岩尾って。岩尾って聞いたらどうしてもさ、あの何やったっけ、名前忘れたわ。何やったっけ、もういいや。岩尾か、へえ、いい名前だね。本当にそう思ってるのかよ。じゃあ次の質問ね。そうそう、フットボールアワー、なんか出てこんかったよ。フットボールアワーじゃ、そう忘れてた。なんか振った、フットボールアワーって名前が出てくる前にチュートリアルが出てきたから。いや、そっちも M1 優勝しとくけどもって。君はテールと僕どっちを狙いましたか。いやいやいや、それはさっきの質問と何も変わってないだろう。
変わっているよ。名前の順番とか丁寧に語になってるところが名前を忘れるは老化の始まり。そうかもしれん最近名前を全然覚えれんのよねあのな、じゃあ岩尾はアンパンで好きなのは何アンパンで好きや。あー、コシアンつぶあんか。俺別にアンパンはコシアンつぶあんとかさ考えずに食べるタイプやけんな。どっちが好きとかないな。コシアン、それともつぶあん、まさか桜餅。はあ、狙ったのはあいつだよ。あいつっていうことはテイルだね。テイル、え、あいつそんな名前を名乗っているのか。ちょっとそれはどう。うわあ、わりと投擲には自信があったんだがな。あいにく僕の運だけは昔からすごくってね。そうかい、ならおかわりではどうだ。今はお腹がいっぱいだから遠慮したい気分かな。間違いなくもうすぐ攻撃が来るだろう。そう考え僕はいつでも攻撃できるように構える。勝負は煙が消えた瞬間。まあまあそんなこと言うなよ。一戦。岩尾の右手から一本のナイフが飛んでくる。とりゃ、これは槍で叩き落とすが、続けて二戦。被害手が増えて二本のナイフによる攻撃。くっ、一本は返した槍で叩き落とす。だがあと一本は、てりゃー、槍を地面に突き立ててる。そしてそのままの勢いで回し蹴りを放ち、二本目のナイフを蹴落とす。鉄が仕込まれたブーツを履いている。だからこそできたゲイドウだ。だが岩尾は口元に笑みを浮かべながら後ろに引いた両腕を下ろす。しまった、おちびさんよ、レザードもたんまりとあるぜ。両手から投げられたナイフ参戦。三つも、参戦どころじゃないぞ。おい、めっちゃ飛んでる。お前体中のいろんなところにナイフを隠していてな、すごいいやらしいぞお前体中のいろんなところに行ってるのか、すごいいやらしいぞ。男なのに。その数片方4本計8本である。な、8本無茶言うない。だいたいどこにそんなナイフがしまい込めるんだよ。怒りの感情に身を任せて地面に突き立てた槍を抜く。あ、もしかしたらあれかもしれない、お腹に四次元ポケットがあるかもしれない。あれは未来の猫型ロボット的なやつかもしれない。そしてめっちゃ回ってる、槍がめっちゃ回ってる目が回る。そして槍をそのまま自分の目の前で回す、回しまくる。いつもよりも余計に回しております。うわー、ありゃー、チビのくせに脳筋野郎だ。クレス君、気合全開である。飛んでくるナイフよりも早く弾き返せ。ナイフ、気合一発、回せ。血管が切れそうなほど熱く早く魂を込める。諦めんな。うわー、気分はもう松岡修造。一つ、二つ、三つ。マジかよ。驚く岩尾の顔が見られたのは幸いだが、こっちも必死になっているのだ。4、5、6、頑張れ、あともうちょっと自分に喝を入れる。7、これでラスト。叫びと同時に槍の穂先を岩尾の首に突きつける。僕の勝ちだ。どうだ。ならもう一回。岩尾、誰だお前はって見たことあるけどさ扇風機みたいやんって米だからおう、あーとか言ったらさ、なんか声が変わったりするのかもしれない。イエラ教の司祭服を着た人。アマリリス。男の人、いや女。ここは一度引くべきです。このままではあなたは負けます。俺は負けてねえよ。そうですね、あなたは負けていませんね。でもね、うわ、人が引けって言ってるんだからちゃんとおとなしく引け。わあ、意外と口悪い。どんな教育を受けてきたんだろう。ちょっと痛かった。
また後で会いましょうね。ペコイと挨拶をして気絶した岩を担いで帰るアマリリス。めっちゃ力強いね。女の子とは思えないような男を担いで帰されるとはね。あまりの行動にクレスはしばらく立ち尽くした。わあ。また後で。また会うことになるのだろうか。とりあえず激闘に成功したクレスはその場にへたり込むのであった。このゲームってもしかしてさ、あれ高梨さんが作ったなんてゲームやったっけ。タイトル忘れたわ。なんとかのなんとかやな。なんとかのなんとか。なんとかのなんとかじゃもうさ、ジブリ系全部当てはまってしまうやけどさ、隣のトトロとかさ、紅の豚とかそのあたりね。違うよね。あ、今回今回さくらさんの一言コメントなかったやん。これまでこれゲーム一通りやったらさ、何かしらさくらさんが喋ってくれたのにさ、ツッコミ。そうそう、作ったゲームの内容かなって思っとんやけどね。やっぱ高梨さんが作ったな。あ、悠久のスバルじゃ。悠久のスバル思い出した。そう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 、その悠久のスバルかなって思っとんやけどね。結局悠久のスバルのスバルってなんかわからんもんね。人の名前かは知らんけどさ。発表します。第18回フリーゲームコンテスト優秀作品はみたいな感じのビただドラムロール流れたな今。ということでシナリオとして入ってくれたピヨちゃんでーす。みんな拍手ー。おーこんな感じでね、POE のチャットに久しぶりに入ったけどね、親方お前まだ生きてたのかって感じやな。久しぶりに見たな、お前。やんやんやーな。ん、どうした、震えてるぞ、お前。小刻みに震えてるぞ、お前。え、どうしたピヨちゃん。なんで、ん、なんでピヨだとよー。なんでそんなに伸ばすんだピョーちゃん。しかもピョーって名前なのにさ、全然鳥じゃない。おお、タイトルコールを高梨さんがやっている。これまでさくらさんがやってたのに、ああ、リアルに戻っていた。なぜ突然リアルに戻ってくるのだ。なんでピョーちゃんなんですか。物を食べながら喋るなお前は。全く失礼なことだと思いません。いや、だって小鳥遊びって小鳥って名前についてるから、ピョーちゃんっていうのは結構もう普通にたどり着くような流れだとは思うけどね。ポテトをむさぼりながら文句を言っている後輩。だいたい私は本名がいいって最初に言ったのに、先輩とさくらさんが。ネット怖い、本名使うダメ絶対。あ、これはわかる、これは当たり前、さくらさんの方が合っている。ただしと言いながら、刹那圭介の圭介って本名なんやけどね、圭介の方は。本当に下の名前圭介だからな。そりゃそうだろう。無理で無茶で無謀すぎるのは若者の特権ではあるが、無徳で無恥の無知は悪害でしかないんだからな。同じ無知ならムチムチプリンになってくれ。いいね、ムチムチプリン。高梨さんのおっぱいもムチムチプリンであってほしいな。もしかしたら義乳かもしれないからな、この胸は。ああ、おっと、俺の気持ちを察してくれたのか、ゲームがおっぱいにドアップしてくれたよ、みんな。これ、コメント欄、コメントっていうか、メッセージの欄どうやったっけ、その右クリックだ。ケイスケベって言われたやつだ。ケイスケベ、なんだそれ。切なケイスケベって。やだな、それ。一文字足しただけで大違いだぜ。ナームー、いや全然ナームーじゃないよ。そこそこ大きいからナームーではないよ。あ、でも義乳だったらナームーやけどさ、まだ義乳かどうかわからんのよな。ため息つくなお前。おっぱいはみやからため息をつくなお前。失礼やろ。なん
念が混ざった何かを考えていませんでした。鋭い正解。そうな。お、新しいバーガーの新種出ているのか。うまそうだな。腹減ったな。昨日から飯食ってないからな。でね、先輩。先輩？あ？主張している。腹が主張している。あらま。あらま。かわいいな。この反応かわいいぞ。やっぱり君は。なんだよ。やれやいと言った顔で財布を取り出し、千円札を渡す。まったく、先輩はダメですよ。ご飯はちゃんと食べないと。その瞳、一切の曇りはなく、ただ慈悲に満ちていた。すまん。わーい、やったぜと思いながら、もう一方ではお前それでいいのとも思う自分。しかしいいのだ。お腹と背中は変えられないからな。本当にそれでいいのですか。いただきます。遠慮ないな。昨日ぶりの食事。ばあさんや飯はまだかの。嫌ですわおじいさん。3日前に食べたばかりじゃないですか。つまりばあさん、お前は2日間抜きでいなさいって言いたいのか。お前は嫌なばあさんだと言えるレベルの腹減りさんになっているのだ。俺の頭の中は今肉欲でいっぱいになっているぞ。肉食好きになった俺は最高にテンションが上がっている無敵な存在だ。肉、ビーフ、ネック、腹ヘリヘリ腹。飯食ったか。今食べてる。そしてこれは人間様に与えられた素晴らしき調理法。肉をこねくり回して焼き尽くした後、パンツと一緒に挟んだ料理、素晴らしきハンバーガー。聖なるハンバーガー。寿司おごってもらってないのか。いや、あのあれからさ、何日だったか分からんけど、おごってもらってないんだろうな。先輩ったら食べるのに夢中になっちゃって。何この可愛い顔。先輩ったらってすごい可愛い顔で言っちゃってるね。わー、こんな後輩いたら学校生活青春って素晴らしいと思いますね。俺は何とでも言うがいい。俺は肉を食うんだ。たとえそれが500円未満のハンバーガーだったとしてもな。ふふ。ところでさ、後輩。俺は唐突に話を振る。はい。文章とか書いてるんだから詳しいと思うんだが、チンコって発言するのはよくて、チンコだとなんで不正字扱いになるんだ。突然女の子に聞くことじゃないわお前。は？子がポに変わっただけじゃん。なのになぜ伏せ字にするのかなって。ああ、まあ言われてみたらそうかもしれないが、まず女の子に聞くことじゃない。ネットで調べろお前。ネット環境は整ってるだろうお前。ええー。そりゃそういう反応になりますね。でもさ、ちっぽこって言うとダメなのに、ポコチンって言ったら伏せ字じゃなくなるよな。知るかボケ。あれってやっぱあだ名に配慮してなんだろうか。ほら。横井とかいうやつのあだ名が横チンだったりとかさ。ポコってタヌキのとかのあだ名でもつけられそうだし。あ、この顔好きやな。高橋さんのこの顔好きやな。なんか俺。いいですか先輩。なんか真剣な話し始めたんやけど、なんか真剣な話をし始めそうな感じの言葉を言い出したんやけど。あ、この場合はですね。真面目に答えるの。ストップ。ストップかけました。主人公ナイスストップだ。高橋さんをエロ路線に持っていてはダメだ。エロいのは体だけにしてほしい。誰の子だって。恥ずかしがらずにその可愛いお口で。だからちん、とにかく子はですね、子供らしさを感じられる言葉になる場合があるので、表現的にセーフになる場合があるんです。よく知ってるな高根さん。ヒュー、お前もしかしてそういうのに興味あるのか。おいおい。それでもチンチン繋げて喋れば子供っぽいので大丈夫になるんじゃないでしょうか。なるほど、高根さんはこういう性的な言葉ことにはなんかまだ慣れてないらしいね。子供の時に子供向けの雑誌って何読んでました。
小学校低学年あたりで。こうなるとコロコロコミックっていうのが定番の流れでやろう。はい。だったらコロコロだな。やっぱりそうだろうな。ちなみにボンボンも見てはいたか。ああ、コミックボンボンだな。だいぶ前にはずね、もう亡くなってしまったけど、コミックボンボンっていう俺が小学校の頃にはまだあった少年誌があってね、コロコロとボンボンでちょっと少年誌のさ対立しとったような感じのところがあったんやけどね。懐かしい。今の小学生は知らん、中学生高校生も知らんかもしれん。はっきり言ってこの戦いにはついてこれそうもないと判断されたのだろうか。世の中って無情すぎると思うね。ならばその雑誌で使われているような言葉は政府だと思ってください。なるほど。じゃあチンチンって言葉も政府なんだな。政府アウト以前にそういうのって大体が自粛性なんですけどね。まあね、世知辛い世の中にされたものだな。まあ言葉狩りっていう言葉もあるくらいですからね。モラルっていうのは結構厳しいものよ。そうやって言葉を狩るために本を読みふけってる集団というのもあるらしいですから。勉強熱心だな。おーめ、ストップストップ、そういう言葉をうかつに言ってはいけません。目から鱗という言葉でコンタクティがブチギレていた話をしようと思っただけなのに。コンタクティ、コンタクト少女、愛好家、メガネっ子スキーと真逆の存在、永遠に分かり合えない派閥、知らねえわ。コンタクト女子、愛好家、マニアック、メガネっ子って今分かるけどさ、コンタクト女子って初めて聞いたよ俺。え、意外とそんな言葉あるの、みんな使ってる、みんな。おーっと、コミックボンボを知ってるか知らないかで結構年齢が分かれるが、コメント欄には両方のパターンの人がいるらしい。とにかくアダルティをさせなければ大体はセーフだと私は思ってます。アダルティね。あ、でも私基準ですからね。他人とは違いますからね。絶対に勘違いするなよ。いいなってやつです。はいはい。無理ですね。わかります。嫌な方向に捉えるね、主人公。無理じゃない。猫が出てきた。小鳥のはずなのに。まあ、それじゃあさっきの話なんですけど。はい。あれさっきって何の話だよって。なんかどしもりだの話に持っていかれてさ、さっき何の話しちゃったかでちょっとわからんよ、忘れたんやけど。何の話しちゃったっけ、たくないさ。あ、ドンと来い。なんでピオ。あ、そうだったわ。そうだったな。なんでピオちゃんなんですかっていうコメントで。な、え、待てよ。なぜそれがあのチンポコとかそのあたりの話だよ。不満か。まだ廊下かなってコメントされた。しょうがないよ。別に不満じゃないです。だったらいいじゃん、ピオちゃんって可愛いんだしさ。そりゃそうだ。おっと、可愛いって言葉には慣れてない様子ですね。この子これまで男性との関係ってなかなかうまくいってなかったのかもしれませんね。バッカじゃないのっていう JK からバッカじゃないのでの2連発来ました。これは嬉しい。そんな耳まで真っ赤にして怒ることか。だって本当のことじゃないか。まあ先輩ですから仕方ないですね。よせやい、照れるじゃねえか。ところでお前なんで今日も制服なの。ああ、学校帰りとかそういうんじゃないの。え、だって今日は日曜だろ。あ、日曜なの。受験の後とか、受験じゃないわ、補習の後とかそういうんじゃなくて。あ、それともゲームの作者的な都合、立ち絵、制服以外の立ち絵描くのが面倒だから全部制服にしましたみたいな、そういう作者的なやつかな。まさか CG の都合。大体俺と似たようなことを言うんじゃない。メタ発言やめろお前は。メタ発言は俺がやる。宗教上の話かよ。なんだ。制服教フェッチ混ざってんな。それ以外に服持ってない、服ないとか。わあ、高橋さんこう見て貧乏なのか。嫌だな。
そこは私なりの理由というかですね。はい。なんだ？お家が貧乏だったらこれは返すぞ。主人公と同じ発想だ。コメント欄はプルプル震える手でさっき買ってきたアレガオダブルチーズだハンバーガーかっこ食べかけせよ返そうとする。いえそういうわけじゃないのでそれは食べてください。返されても困るわな。そうか、それなら遠慮なく。もうちょい遠慮しろよ。そこはもうちょい遠慮しろよ。もぐもぐおいしい、おいしい、めっちゃおいしいよこれ。ヘペがめっちゃおいしいよ。昨日まで食べて、ね、昨日から何も食べてなかったらめっちゃおいしいよ。主人公お前高梨さんが喋ってるんだっけな。おいしいっておいしいっていう言葉をさ、もうそんな連呼しないでくれ。高梨さんの声全然わからんかったわ。普通に服を変えって思う。辛辣ですね先輩。はい、苦笑いをする後輩。服なんて好きなのを着ればいいんだ。俺の友人には着物を連中着てるやつがいるぞ。おお、それは和の文化を好きなタイプのやつかな。それはそれでおしゃれのような気もしますが。うん。ちなみにそいつはバカだから洗濯機に放り込んで他のと一緒に洗ってるぞ。生地がダメになるやつ。それって大丈夫なんです？抹茶色した着物が次に会った時には抹茶色に染まってたな。色物？それに姉子を見てみろ。あーエロかったな、あのおっぱいを強調する童貞を殺す服。あんな服を普段から着ているんだぞ。そうだよな、まさに私のおっぱいを見ろみたいな感じだったもんな。本人にそういう意思はあるのだろうか。さくらさんは似合っているから別にいいのでは。その通り、いい点をついたね高梨さん。だから気にするな。JK である以上、それはブランドの服以上の価値があるんだから。先輩。多分主人公はいらしい的な意味で言ったんだろうけど、高梨さんは何か心にキュンときている。なんだろうこれ。エロい先人たちは口を揃えて言いました。やっぱり主人公はこういう感じでした。女子高生、制服脱いだら価値下がる。なんだその俳句。女子高生、制服脱いだら価値下がる。主人公心の俳句。だから女子高生でいるうちは制服で過ごしても何ら問題ないのさ。しかもいやらしいことに服を着ないという選択肢というコメントがある。その手があったか。季語は女子高生。季節関係ねえ。先輩ってアホですよね。ええ、それは褒め言葉として受け取っておくぜ。ポジティブです。いいですよ。いいんじゃ。二人して笑い合う。おお、いい関係。でもお前本名でネットはないわ。掘り返す掘り返す、あくまで掘り返す。でも私は将来のためにですね。ああ、まあ将来小説家として本名でやりたいタイプのやつなんやな。いやダメだろう。っていうかいろいろとヤバいからな。そうだよ、ネットはヤバいんだよ。ヤバいって何がです？メールの時も思ったけど、お前って好きが多すぎるんだよ。好きですか？好きね。あー、なんていうかお前って。大学入り、最初の飲み会で一気を強要されて、その勢いでお持ち帰り、そして薬漬けプラス売春のコンボ技とか決めてきそうだし。それは考えすぎだよ。薬漬けって一発でビンゴになってあがいてくらいの役満、過去災い、これは言うのやめておこう。これは不正人されてる通りにしておこう。タイトルは有名なヤリサーに捕まった僕の彼女みたいなタイトルでダウンロード販売されてそう。って言ったらダメだよな、うん、言っちゃダメか。俺言っちゃダメか。俺言っちゃったよお前。一点を除いて全部言っちゃったよお前。お前そんなところダメだよなとか言うんじゃないよ。先に言えよとか読ますなよお前。やめろよ。高橋さんハテナ出してる。よかった高橋さんは。いやらしい意味だとはちょっと理解できないねらしい。とにかくだ。何がとにかくだよお前。知らない男と知らない女、知ってても仲良くない人間、変な壺を買わせようとするやつ、宗教の勧誘には注意しておきなさい。わかった？わかった。何この可愛い。わかった。
高橋さん、このちょいちょいこの頬を分からめる顔がすごい可愛いです、あなた。それならいいんだ。うんうんと頷き、一緒に買ったコーヒーに口をつける。でも先輩だったらいいですよ。何が？不詳高梨明の初めての相手になる権利です。ブーコーヒーによる盛大なスプラッシュ。誰もいない方向を向いていたために後輩や他人に書かなかったのがせめての作りだ。うわそれそうなるよ。高橋さん、君天然だね君。童貞になんてことを言うんだお前は。ある意味君も童貞を殺しに来ているぞ。そして主人公は童貞だから知りかけているぞな。名前言い出すとね、今後は。どこだよ、どこの表面だ。博多、博多なのか。男が冗談でそういうことを言うのは構わないけど、女の子がそういうことを言うのはやめなさい。それは私とじゃそういうことをしたくないってことですか。人、待て待て待て、これは孔明の罠だ。ここの返答は迂闊な考えをすればアウトだぞ。最終回でナイスなボードに乗ってしまいそうな風呂が立ってしまうんだぞ。それは知ってる。ナイスなボードってあれだろうが。悲しみの向こうにはみたいなやつだろうお前。知ってるぞ俺は。悲しみ、言っちゃった、主人公も言っちゃった。考えろ、考えるんだ俺。この状況を覆す最高の一手よ、神の一手じゃ。光の子じゃ。したいと考えた場合はどうなるか。トレースオン。おい、その先は地獄だぞ。誰だ。本当に誰だ。俺だよ俺。何この反響具合、無駄に反響させてくれるなお前。そんな声まで変わって。マジで。ただ波よ、あ、実はさ、彼女を払わせてしまった。10万ほどは苦面できないかな。クソだな。何言ってるんだバカ、お前に彼女なんていないだろう。バレたか。なんだクソは。クソ下手クソな詐欺は。けだ、何だったんだ今のは。じゃあしたくないと答えると、どれぞ。あ、これ選択肢が出てきてさ、したくないって何度も選んでもさ、このもう一度聞きますが出てきてね、結局したいを選ばないといけないタイプのやつかもしれないが、ここではいって答えてもアウト、それで14に進む。いいえでも選択肢に戻るだけ、無限ループでここで結局のところどうあがいても絶望ってことじゃねえか。そうだよ、サイレンだよ。し、仕方ないことだが、後輩はまだ学生で。現実的なことを言い出す。さらに今年は受験生だからな。そうなん？大事な時期を控えた子を相手にはできない。惜しいと思うよ。だからひとまずはそういうことは置いておこうぜ。すごく惜しい。血涙を流してもいいくらいにはね。あら、意外と紳士的な答えが。先輩のことだからもっとがっつくと思ってたのにな。そりゃがっついてほしいと思ったのかい。お前の中の俺ってどういう人間なんだよ。ザ・クズ。発言の割には意外と常識的な行動を取るヘタレですかね。おお。的を置いているな。ヘタレヘタレヘタレ。そりゃそうでしょう、せっかく自分を慕ってくれている食べ頃盛りな女の子が迫ってるのに、常識的な模範解答で逃げるなんて。食べ頃盛りって自分で言うかね。合ってるけど。よほどのヘタレじゃなきゃできませんよ。紳士と書いてヘタレって読むんだね。素晴らしい。ちなみにですけれど、先輩って好きな人って今いるんです？すごいこと聞いてくるね君。え？ないない。じゃあなんでちょっとチラッと出ていたね。そうですか。それにお前に手を出して POE が解散になりましたっていう事態は避けたいからな。ああやだやだ、
こんな時もまたヘタレ根性炸裂ですか。自分からサークルクラッシャーにはなりたくないですか。サークラの姫ならぬ殿ってか。思わず冗談で返す。殿なら大奥くらい作ってみせろっていう話ですよ。そうなの？ガブー！後輩ってさ、結構きついボケを切り返してくるよな。さあね、ほらさっさと書きましょうよ、企画書。そうか、企画書を書くためにここに集まってたんだな。話を切り上げ、自分の作業に入る後輩というところでさ、そろそろ結構長引いてしまったけど、ここで終わりとさせていただこう。ちゃんと、こう長いからしたら、ちゃんと次回は、企画書を書くとは思うんやけどさ。タイトル、アキラチャレンジなのにさ、何一つチャレンジしてなかったよ、今回。けど、高梨さんの天然発言で相手を、童貞を殺しにかかる天然発言と言うとね。あと、意外と頬をあからめたときは、ほうはあからめる回数が多くて、それでちょっと嬉しかった回でした。ただ一つだけ、もう一回確認させろ。そのおっぱいは偽物じゃないんだろうな。